はい、どうもリズでーす。というわけで、はい、イベントスペースに来た。はい、イベントスペース。うん。レンタルスペース。レンタルスペースに来たんですけど、うん、本日やりたい企画の説明を今からします。あ、はい。あ、そういう感じですね。まあまあ一体かぶしょか。あ、そうだね。一体かぶしょ。ちょっとやっとね。ちょっと今日は。今日もお疲れ様でした。今日こういう感じで行きたいと思います。あ、はい。ぜひじゃあ。あー。まあ、特にね、頑張っていることはないんですけど、いただきます。うん、まあ、うますぎ。やったなんか、あんまり頑張ってない日のビールがあるビールって感じ。いや、あなたが最近、忙しすぎただけ。昨日飲んだビール、くっそうまかった。それに比べたら確かに今日はね、はい、はい、というわけで本日やりたい企画はですね、ちょっとすいません、結局僕らって今は3人でリズーとしてやってますけれども、実は前身があったぞと。だっていや、そもそもね、うん、そもそも僕らのこのリズーチャンネルというチャンネルはですね、はいはい、まだリズーとして活動して上がった動画2本しかないです。そうだね。で今ちょっとあの前後関係分かんないんで2本か3本かになると思うんですけど、ほぼお茶軽なわけですよ、このチャンネルというのは。はい、うん、はい、でもちろんね、リズー始まってからそれこそインスタをみんな頑張り出して、そこからついてくれたファンの方々とかもいるから、うん、そういう人たちのためにも僕らが今までどういうことをやってきてたのか、うん、おじゃかるで何やってきたのか、どういうことしてたのか、そしてリズーでどう、なぜリズーになったのかみたいな話をね、はい、していきたら、うん、と思います。リズーアイキャッチ入ってるから今。だからまず俺らがその、うん、こういう風な活動をするきっかけってなったお茶カルのまずスタートからだよね。おお、いいですね、うん、じゃあお願いします。ストーリーテラーをちょっとじゃあ龍先生に。あ、文才ないですが、なんだえ、だからあれはあれはあれは、3年前の3年前え3年前もっと前もっと前で2021年、うん、5年前とかじゃない、え4コロナの時だよ。コロナのだから大学4年の時ですよ、スタートが。え、何年前だか覚えてます？大学4年7月の21年に今年だから21年、今年の7月が3年。あ、なるほど、3年半目ってことか、うん、じゃあ21年だよね、うん、の時に結成しました。大学4年の時にだ、はい、ちょうどねコロナが流行ってて、はい、あの学校の授業もあのもうほぼリモートだったけど、うん、でも割ともう、出歩けるようにはなってきたなみたいな感じでしたね、うん、あの時はね。だからその時ね、あの僕の家が大学の近くだったので、寝ずね、そう寝ずでもう本当にほぼ毎日のように集まってたんだよね、うん、そうで、そのいろんなね人数、そう6人7人ぐらい、そう6人7人ぐらい集まってて、で、まあ、逆にそこに肩はいなかったんだけど、うん、そうそう、うん、でそこでなんかおもろいことやりたいみたいな、もともと YouTube とか興味あったしっていうので、誘って始めたのが、お茶カルですね。はい、まあそうお茶カルカルテットなんで4人、うん、4人、新井くんがね、皆さん知ってる、あの新井くん、ここに出してきます、新井くん、うん、そう新井くんっていうのがいたんですけど、はい、新井見てるかー、それがありまして、まあ4人で YouTube をだからやる、なんかそれこそ俺ら東海オンエアとか、まあ、レイクレとか、うんうん、そういう系の YouTuber にまあちょっと好きで、ね、よく見ててああいうのやってみたいなみたいなのが多分あのなんていうの、心の中の多分一番最初の動機はそっちで、ね、そうそうそっち、うん、でだけど俺らの強みって一応演奏できることだから、うんうん、あのまあそういう動画もまあちょこっと上げたけど、多分やりたかったのは完全に企画だよね、うんうん、まあみたいなのをやってからスタートした。だからおかしな編成なんで、新井ってやつはピアノなんですけど、うん、そうだから楽器を演奏ちゃんとして演奏家としてやっていきたい編成ではまずないのよね。編成は絶対におかしい、絶対におかしいピアノバイオリンビオラでしょ、聞いたことない聞いたことない、うん、そう、まあそんな4人で、お茶カルテのスタートして、はい、だから2年ちょっと2年3ヶ月4ヶ月ぐらいですか、はい、お茶カルテとしていろいろやってきましたね、うんね、本当にそれこそ動画さかのぼっていただければいろんな、ね、大学生らしいバカみたいな企画もあれば、はい、まあちゃんとね僕たち4人で演奏している動画だってあるし、うん、
そのお茶カルを活動する上でなんかいろんな、ね、演奏機会とかいただけていろんなところに、ね、うん、あの連れてってもらったりもしたし、そうだね、うん、それこそお茶カルというものがまずはちょっとエンタメに走ってたものではあったけど、そこに対して演奏してほしいっていうお声をいただくことが増えてきて、うん、そこに対してやっぱりあの逆にね、特に俺とかはそうなんだけど、うん、アーティストとしてお茶カルを伸ばしていきたい、はいはいはい、気持ちだったりとか、100万人行きたいとかね、あ、そういう夢があったりとかで、本当になんかいろんな可能性がお茶カルにはやっぱあって今だから言えますよね、うんうんうん、はい、そう、まあそれで、うん、まあでもやっぱやっていく中でみんなね試行錯誤していくわけですけど、やっぱりね、あの面白いことをやるとちょっとかっこよく演奏を加藤して見せるっていうものの、まあ、やっぱ両立も難しかったよね、うん、いやそうなんです、なんかやっぱり特に僕がね感じてたフラストレーションというか葛藤ですね、うんうん、は演奏動画が伸びない、うん、でもやっぱり母数が増えればそれはね数は増えていくからって思ってチャンネル登録者を伸ばしたいと思ってたんだけど、チャンネル登録者はやっぱりおもろい動画の方が伸びるんですよ、うんうん、ショートとかね、うん、そうだね、龍一にわさび食わしたりしたら伸びるんですわ、動画が、そうだね、あったな、味を占めてさ、そんなことばっかりやった時期もありました、うん、ね、両立が難しくなったっていうやっぱ実感はあるし、うん、その中で多分ここからね、こうじゃあ どうして新井と我々3人が、まあ、ちょっと違う道をね、あの歩むことになったのかっていう話に、そこですよね、そうなってくるわけですけど、多分その中で俺らはやっぱり演奏をやっぱずっとしてたいし、別に俺らって別に面白いことをやるのは嫌いじゃないじゃん、うん、だからこうやって動画を撮ってるし、多分ここの3人は、うん、やっぱ演奏がメインで主軸でいきたいっていうか、やっぱり、うん、ね、まあだからそうね、それこそお茶カルとしてまあ正直半年以上多分その問題は協議してたと思うんだよ。あ、そうそう、うん、実際ね、実際演奏動画の頻度を増やして、うん、そのブランディングとしてアーティストっぽい、今のままだと YouTuber っぽいことになっちゃう、うん、てか正直 YouTuber ではあったから、うん、そこをアーティストにどうしていくかみたいな話もしてたし、その中でもやっぱり新井とかはその動画を伸ばすことに力を入れたい、うん、で結局動画がね、まあ、伸びればそうだ、ね、アーティストみたいなこともできるからっていう、うん、まあ、それの意見もすごい分かる、うんうん、でいう結構競技は長くしてて、そうだね、だからそれこそ、まあ、今実際俺らがそうなってますけど、お茶会の時からそのじゃ演奏動画だけ上げるチャンネルとそのトーク系だけやるチャンネルを分けようかみたいな話し合いも結構あったよね、ずっとしてた、そうずっとしてて、まあそういう話もしてたり、まあだから本当に5月6月ぐらいかな、11月とかにあの最終的には別々になるっていう報告をまあしたわけだけど、まあちょっとどうしていこうかねみたいな、なんかそういうのをこうなんかそれぞれでなんかいろいろ話したりとかみたいなのは結構長い間あったね、いやまあ正直どっちがいいとか悪いとかっていうのはまあそれはもう神のみと知ることですけど、まあ現状ね、その今リズーに、だから要は何が言いたいかっていうと、リズーになったことによってアーティスト路線を目指してるんですよ僕らっていうのは、 YouTuber 路線からは一旦ちょっと足を洗ってアーティストとしてみたいな感じにやっていきたいから、だからこのチャンネルで動画を上げなかったってもまあ一つあった、まあそうね、うん、要因の一つではあって、うん、本当にリズーになってから逆に俺らマジでほぼ演奏しかしてないもん、してないしてない、うん、でライブとかも増やして、僕らの主軸は演奏動画とライブなんで、うん、プラスアルファだが最近ほんとここ2週間3週間、うん、1ヶ月ぐらいでこっちのチャンネルでもしゃべりの動画を上げていこうっていうことになって、うん、でやっと上げ始めたんですよね、うんうん、で正直まだ企画とかおもろい系の動画は上げられてないけど、うん、まあ後々ね、まあ僕らが楽しめるようなゲームだったりとかっていう動画はやっていこうと思ってるんで、うんうん、まあそれはそれなんですけど、まあ、ただそっちの動画も前のお茶くるみたいな感じで、うん、企画とサムネで笑わせる系ではないわけです。あ、俺らがただ楽しいことをやってるのを
まあまあまあのんびり見てねみたいな、まあ、ざっくり言えば、うん、その昔はやっぱり新規のお客さんを動画で増やしたかったから、うん、みんなこれ気になってるよね、うんうん、でそれに対して芸大生の僕らが挑戦しますみたいなことが結構多かった、うんうん、確かに。でそれで新規 あの視聴者の方を取り入れてっていうのでやってたんだけど、どっちかというと僕らは演奏でつけたファンが見に来る場所にしたいなっていう思いがあって、うん、だからその派手ななんか企画とか、まあなんて言うんですかね、まあ、気になることもやりたいけど、だから YouTuber っていうよりかやっぱアーティストの YouTube なんだよね、わかりやすく言えばね、っていう風にしたいなっていう思いが今はあって、だからね、あのコメントの方でもあのつまんなくなったとか、はい、すいません言われてますけど、はい、いやまあでもその通りですから、そうですね、そうね、むしろつまらなくしてる、いやそれは違くない、いやそれはね、ごめん、あのただ単に俺らのブランドそれはあるそれはそれしかない、そう、あだからまああれだよね、その正直さ、その新井が脱退するときっていうのはこれ3対1になったのがまたさちょっとかわいそう、あ、いや、うん、そう、それはね正直ね申し訳なかったとは思いますよ、うん、やっぱり YouTube で伸ばしたい派閥と、うん、アーティストとして伸ばしたい派閥みたいな感じで話し合いをしていく中で、そう、僕らがどっちかというとアーティスト寄りの考え方をしててっていうのがあって、だからそれについてやっぱ話してて、で脱退するっていう、で新しいチャンネルを始めるみたいな話になったんですけど、いやこれはね俺らも正直ちょっとやっぱこう皆さんに対しての配慮がね確かに足りなかった部分があるんだよね、だからそのやっぱ脱退をするってタイミングでやっぱ4人で動画を撮らなかった、うん、そうだね、でこれは結構やっぱ僕たちもちょっとねあの後悔してる部分はやっぱある、正直だからずっと今更状態だった、ね、そうそうそう、今更撮らなくてもって、うん、今更撮れないみたいな、うんうん、感じてあったんですけども、はい、なんで撮ってるんですか今、いやでも新井くんもね今2万5000人うん違うか2万人だ、最近2万人行きまして、すごい、ね、すごいよ、新井さんがそれこそおちゃかるを脱退するってことになって、うん、新しくこの YouTube のチャンネルを今のね、ピアニーのチャンネルを立ち上げて、うん、あれ結構もう1年近いですか、そうちょうど1年ぐらい、確かに、はい、はい、僕らが喧嘩別れしてから1年喧嘩別れそうなんですか喧嘩別れなんですか、喧嘩別れしてから1年です、ね、かなりバトりましたね殴り合い歯がね、かけましたからね新井くんだから前歯がね、あ、まあ、なぜこのタイミングで撮ってるかということですが、登場していただきましょう、ピアニーさんです、イエーイイエーイ、おいおいおい、待たせすぎだよ、ちょっとこっち来い、長いよ登場までが靴下穴開いちゃってるのかこっちは練習してろ、まあ、まずは乾杯しましょう、今ちょあの久しぶり、チャットで沸いてますから久しぶり、はい、乾杯、乾杯、というわけでね、今回は、ゲスト、新井くん、いや、ピアニーですね、ピアニーですね、ピアニーやめてくれ、どっか挨拶、ぜひ、あ、そうですね、いや、みんな練習してる、どうも、ピアノ兄さん、新井です、プロロロロリーン、あー、生で見れた、 YouTuber 来た、うるさいな、うるさいな、 YouTuber とコラボですね、遅いんだよ、経緯の説明が、本当だよね、経緯の説明が遅いんだよ、思い出をね、振り返ったらちょっと楽しくなっちゃう、欲しくなってたな、なんでそれ1年前にやれって話なんだよ確かに言うなって言われてたんですよ、その話は知っていい、だから大人の事情で言えなかったんで、本当の意味での大人の事情でそう、本当に大人あの喋れない部分がありまして、でやっとそこが僕らもフリーというか、うん、いい感じになったので、本当ですよ、もう本当にあのあれですよ、あのブランクあるもしかして、うん、実は全然言葉出てる、ただいまー、ただいま感がないんだよ、3本目だから、3本目じゃねえか、3本前にはいるから、3本前にいるんだよ、だからその説明はしたんだよさっきなんで動画が上がってなかったのに、ただいま、そこ僕ちょっと外出てたから聞いてないから、一旦そこはリズミュージックの方に行って僕は言ってますから、そうね、
もうびっくりしましたよ、急にあのお茶カルがリズーになって検索したらリズー 2. 点何万人ってなって、もうこんなに確かにそしたら携帯調査が出てきて見たことあるって。まああれですよ、やっぱりアーティスト路線になるにして、あお茶カルってちょっとやっぱ可愛すぎる、キャッチーすぎる、キャッチーすぎるって言うとなんかいい意味になっちゃうけど、カルなんて一切ひらがないの、アーティスト感がないというか久しぶり久しぶり皆さん面白いです。いやピザあるよ、まだ動画1本目だからちょっと、まあもうまあ、というわけでね、新井くんに今日来ていただきましたけど、次の動画でちょっとね、あの思い出話になったり花を咲かせましょうか。ああそうですね、本当か。その後は今後の話とかをして、うん、いいですね、ちょっとお酒を交えながら、はい、てそれこそこの今ね僕たちがそれぞれどういう活動をしてるかな、ね、そういうのを話してるのは同じタイミングで上がってますかね。そうだね、そう動画で、ピアニーの方の動画で、僕たちまあ久々みたいな感じで今の現状をいろいろ喋ってはいるので、そちらもぜひ見ていただいて、次の動画を、はい、僕たちのお茶から時代の思い出話なんかをしましょう、はい、全部ノーカットで、はい、はい、らしいです。まあ、だからまあ、なぜ今になったのかという意見に関しては、まあ、正直全部言えないところはあるんですけれども、まあ、言えるタイミングになったっていうことが、まあ、あります。 30% ぐらいはね、うん、30% ぐらい言えるようになったんで含みがあるでもこうやってね4人集まれて、いやでも光栄ですよ、久しぶりに、うん、呼んでいただきありがとうございます。あそちらから電話をいただいて、電話したの僕です電車に来る僕ちゃんと振り返り輸送のために全力ダッシュしたんでそうですよ、もうちょっと積もる話ありますので、はい、この次の動画ですかね、はい、まあ、じゃあまたそうです次の動画で行きましょう。 お腹空いてから食べよう食べよう、すべて用意してください。はい、はい、動いてくれ、いや動いてもらえばいいんだよ、ね、26なんであんたそっち側の